はい、皆さん、こんにちは、のっつおでございます。ということで、今回もですね、こちらの作品やっていきたいと思います。サメと生きる7日間体験版やっていきたいと思います。こちらね、前回からやらせていただいているわけでございますけども、はい、ということで、最初はなんか海の中で始まったんですよね。海の中で主人公が溺れてて、気づいたら、まあ、浜辺に打ち上げられていて、記憶喪失だったっていう話でございますと、自分の名前以外すべてを忘れてると。で、幼馴染であるなんだっけ、レミちゃんだっけ、何レミちゃんだっけ、星野レミだかなっていう女の子がいて、その子が幼馴染なんだけども、そのことのことも忘れてると。あとはなんか変な女の子が一人いまして、その子とまあなんやかんやで、この女警察官に捕まってしまったというのが、前回までのことでございますと。これからね、この女警察にまあ問い詰められて、いろいろと答えていくのかなみたいなね、話でございます。ということでやっていきましょう。音声リピート。質問には正直に答えなさい。協力的であればあるほど情状酌量が考慮される可能性がなきにしもあらずな確率がほんのりと上がるわ。だいぶ胸元を開けてるね、警察官ですけども。それが、それで警察官、その父で警察官かっていうね。その父で警察官は無理があるやろ、みたいな。な、よくあるよね、構文として。保険のかけ方が、厳重すぎませんか。断言したら嘘になるもの。汚い。大人のやり口だ。お黙りなさい、犯罪者。素直にやりましたと白状したらどうなの。ほら、意地張っててもいいことないわよ。カチカチとスタンドライトを点滅させて精神的な負荷を与えるという、昨今映画でもあまり見ない限定的な、じゃ古典的な手法で迫られる。正直割と聞いていた。恩子自身のことわざが示す通り、古臭いやり方にも学ぶべきところは多いんだな。俺は本当に何もやってないんですって。犯罪者の上等句をいただきました。翔子郎くん、豚箱行きおめでとうございます。豚箱行き、いや本当に記憶ないんだもんね。記憶があった時に何かやらかしてんだったら、まあ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 みたいなね。だと言ってもその記憶がないんだもんね。法治国家のやり方じゃないんですけど。法治国家のやり方をお望みね。いいわ、とことん取り調べをしてあげる。私は船堀、みんなからは船堀お姉さんって呼ばれてる。船堀お姉さんね。君の名前は深見恭平。深見恭平。なるほど、島民の名簿にもあるわね。名簿。彼女が名簿らしきものを開いた様子はない。人口の少ない離島の町だから、大体の人の名前は頭の中に入っているのだよ。えへん。なるほど。現時点で記憶力ゼロの俺と比べたら最強の記憶力だ。しかし離島の町か、随分と特殊な環境で生きてるんだな、俺って男は。ただ君の人となりまでは知らないから、いろいろと質問して探ってみようと思います。記憶喪失のことは一旦忘れて、今の君の直感で答えてね。わかりました。それじゃあ尋問タイムいっちゃいます。くる。好きな色は？バカ、多すぎるわ。まあ一応クイックセーブしとくか。なんだ、茶色、水色、金色、赤色、紫色、ブラック、興味なし。なんでピンクがねえんじゃこらボケ。さあ茶色選びましょう。おお、いいセンス。無人島に一つだけ持っていけるとしたら？これあったな。武器、水着、漫画、参考書、3名。
船を手配す興味なし。これ全部回収すんのきついぞ。じゃあまあ武器にしよっか。まあ上から行こう。上から。何と戦うつもりかな。いじめられている人を見たらどうする。まあ傍観する、助ける、助けを呼ぶ、一緒にいじめられる、いじめっ子を倒す、いじめっ子を懐柔する、興味なし。面倒事は嫌いかな。好きな胸の大きさは。巨乳、普通乳、貧乳、貧乳、無乳、大きければ大きいほどいい、興味なし。とりあえずまあ上から回収ということでね。まあ僕はもうどれもいいみたいな特にこだわりはありません。男のロマンだもんね。好きなサメのタイプは。なんだそれ。ノーマルザメ、竜巻ザメ、巨大ザメ、ゴーストザメ、飛行ザメ、ゾンビザメ、ロボザメ、興味なし。これ全部 B 級映画とかに出てくるサメじゃねえのか。まあノーマルザメ。一周回って普通がいい感じかな。サメ映画の舞台になりそうにない場所は。雪山、砂漠、都会、宇宙、家の中、この中にはない、興味なし。雪山。雪山なんてほぼ海みたいなものでしょ。ふむふむ、そう答えるわけか。君はなかなかどうして興味深いね。これあんま関係ねえかもしんないな、この選択肢は。まあ、遊び心みたいなもんかも。サメ関連の質問は何だったんだ。もしかしてサメ映画好きなんですか。映画とか漫画とか、あとは小説かな。そういうのってこの島にある数少ない娯楽だからね。なんかお母さんの髪型してるな。島の外には行かないんですか。行けるのは大富豪ぐらいかな。東京なんて行こうと思ったらいくらかかることやろ。そうですよね。でもそうなると都会との交流はゼロだったり。ううん、それはさすがに。たまーにだけど、一応定期船もあるし、東京から物好きが遊びに来たりするもの。そんな時は全力で歓迎してあげるのが島民の流儀よ。やっぱり俺って島民なんですよね。それ以外に何があると。乗っていた船から落ちて島に漂着してしまったみたいな線は、絵見てあった時点で消えてるか。いえ、何でもないです。そう。じゃあ最後の質問ね。海の見える街は好き。ここはまあ結構大いに関係しそうだね。じゃあまあはいにしとこうか。はいはい、まあいいんじゃない。不審な点は多いけど、今回は見逃してあげましょう。いいんですか。何か不満でも。いや、あの女の子を襲ったかもしれないのに。本気で言ってる。俺だってやってないと信じたいですよ。でも覚えてないから。記憶喪失になるほどのショックを受けた人間が直前に人を襲ってる？あるとしたら逆でしょ、普通。でも、あの子は裸だったし。そうね。で、その服はどこに？そういえば、服はどこにあったんだ？もしも俺が服を剥いで、じゃなく、脱がせていたとしたら、近くに女の子の着ていた服が落ちていたはず。しかし、そんなものはなかった。見落としていただけの可能性はあるが、だとしたら、俺が去った後に少女は服を着てから、追いかけてきてるはず。全裸のままだったのは、どう考えても不自然だ。状況的には限りなく白に近いグレーかな。
クソでかいため息が漏れた。驚かさないでくださいよ。死を濃厚って分かってたんなら、逮捕しなくてもよかったじゃないですか。白黒分かんないなら捕まえといた方が安全。そうかもしれないですけど、はぁ、無駄に緊張した。さあ、そろそろお帰り。自分の家の場所は覚えてる？でもよかったね、頭ごなしにお前が犯人だ、みたいな感じじゃなくて。ちゃんと理解がある警察官でよかったな。現場だけ見たらもうお前みたいな感じだけど、ちゃんと細かいとこまで見て判断してくれると。だからパッと見の判断じゃなくて、ちゃんと細かいとこまで見てくれての判断。まったく覚えてないです。じゃあ送っていくから。俺のうちを知ってるんですか？当たり前でしょ、島民だもん。名前や住所、名簿に載ってる情報は完全把握。この島で悪いことはできそうにないですね。そういうこと。田舎の監視網を舐めちゃいけないぞ、少年。パチンとウィンクしてみせる船堀お姉さん。終わってみればなんともゆるい取り調べだった。茶目っ気たっぷりの態度といい、コスプレみたいな着こなしの制服といい、この人、本当に警察官なのか。この島の治安が不安になってくる。まあ、それだけ平和ってことなんだろうけど。オープニング終わって、これは反則やろ、お前。なんだ、この不気味な生物はって。確かに思った。でもタコだろうなぁと思うんだけど、なんかタコではないのかなぁ、みたいなね。でもオープニングにもこれたくさん出てたよね。なんかジグソーパズル、めちゃくちゃこう持ってたよね。はい、とりあえず、ちょっとオープニング回収し終わったんですけども、まあ、これ進めていく前にさっきの選択肢、チラッとだけ回収して、あんまり関係なかったら、もう全部回収するのはちょっとやめようかなと思います。はい、ということでちょっと一旦戻りましょうか。ということで、2番目行きましょう。水色。ふむふむ、無垢なのがお好きかな。無人島に一つだけ持っていけるとしたら？で、水着。バカン
いじめられている人を見たらどうする？助ける。正義感。好きな胸の大きさは？普通に言ってるのかな、これ。なんていうの、これ。普通が一番ってことかな。好きなサメのタイプは？もうこれが、ね、ほんまに B 級映画みたいな。竜巻サメ、代表的な B 級映画が好きなのかな。サメ映画の舞台になりそうにない場所は？こんなに質問してきたっけ。砂漠。砂の海なんだから当然サメも出ます。ふむふむ、そう答えるわけか。君はなかなかどうして興味深いね。なるほど、もうここに戻ってくるから、まあ一つ一つの質問に対して一言ちょっと違うだけって感じもすんな。でも今後の展開で関わってくんのかもどうかわかんねえや。サメ関連の質問は何だったんだ。あーで戻ってくるわけか。まあ一つ一つぐらいの回収だったら、まあそんな苦言はないか。さあやっていきましょう。もう3個目。元気でパワフルって感じだね。無人島に一つだけ持っていけるとしたら？漫画。現実逃避も大事よね。いじめられている人を見たらどうする？助けを呼ぶ。一番賢い選択かもね。好きな胸の大きさは？美乳。わずかな膨らみに燃える。好きなサメのタイプは？巨大ザメ。シンプルイズベスト。サメ映画の舞台になりそうにない場所は？都会。都会にはサメの餌がいっぱいいるからね。人ね。さあ4つ目 4段目いきましょう。赤色。情熱的で力強さを感じる色よね。無人島に一つだけ持っていけるとしたら？参考書。真面目か。いじめられている人を見たらどうする？一緒にいじめられる。被害者に寄り添うのか、ただのド M なのか。好きな胸の大きさは？貧乳。まな板じゃないもんって言ってほしいの？好きなサメのタイプは？ゴーストサメ。壁抜けが得意なやつね。サメ映画の舞台になりそうにない場所は？宇宙。星屑の海に現れるサメなんておしゃれよね。さあ5段目選んでいきましょう。紫色。個性的だね。無人島に一つだけ持っていけるとしたら？サメ。サメで一体どうするつもり？確かにサメ持っててどうすんのっていう。自ら餌になるんかっていう。いじめられている人を見たらどうする？いじめ子を倒す。過激。好きな胸の大きさは？無乳。おお、ロリコンか。逮捕か。失礼失礼失礼。好きなサメのタイプは？飛行サメ。なんでこれ、ここだけなんか選択肢多くない？最近のサメは割と飛べるもんね。サメ映画の舞台になりそうにない場所は？家の中。トイレの底からシャーック。やだな。B 級映画でもトイレの中からサメとか出てきたらちょっと、でもリアルでもちょっと気にするよね。さあ6段目いきましょう。ブラック。クールだね。無人島に一つだけ持っていけるとしたら？船を手配する。ピピー。反則。発想は嫌いじゃないけどね。いじめられている人を見たらどうする？なんか大喜利感あるな。いじめっ子を懐中する。ずるいね君は。嫌いじゃないけど。好きな胸の大きさは？大きければ大きいほどいい。ありがとう。好きなサメのタイプは？だからこれなんでこれだけ多いの。一つ多いよね。ゾンビザメ。
B 級に B 級混ぜちゃうやつだ。サメ映画の舞台になりそうにない場所は？この中にはない。ほう、やるじゃないか少年。さあ、ここだけあれなんで、ロボサメですね。興味なしは一気に回収したいなと思います。なんかここだけ変わりそう。ロボサメ。サメじゃなくてロボじゃん。まあそうね。さあ最後ラスト、興味なし。無色透明ってところね。無人島に一つだけ持っていけるとしたら？興味なし。都市空ケット。いじめられている人を見たらどうする？興味なし。嫌な質問だったかな？好きな胸の大きさは？興味がねえ。女性に興味がないなら最初からそう言いたまえ。好きなサメのタイプは？興味がない。はあ？サメに興味ないとか本当に人間？このお姉さんサメが好きか。サメ映画の舞台になりそうにない場所は？興味なし。はあ？さあ、ということで、ここに戻ってくるわけですね。オープニング後の話でございます。ということで、やっていきましょう。なんだ、この不気味な生物は。君はタコを知らないのかな？俺の知ってるタコは、陸上生物ではないんですけど。野田子だからね。まあ、野田子だから、納得できるわけないでしょう。こんなぬるぬるテカテカで陸上にいたらすぐに干からびますよ。ナメクジとかカエルとか両生類だって大差ないでしょ。タコが道を歩いているなんて当たり前。君はこんなことまで忘れてしまっているなんて。いや、ここ常識、ここだけだろう。そのタコが普通に歩いてんな。野田子って、野良猫みたいな扱いか。な、現れまれてしまう？いや、でも道端にタコって、記憶はない。だが、野良猫が地面を這うその光景は、どう考えても常識から外れてるような気がする。常識が改変された設定の漫画を読んでる一人の読者の気分だ。口を開けば8割クレームの観光客ですら、もっと素直に受け入れてくれるんだけどね。言われてみれば俺がおかしいような気もしてきました。よろしい。何事も素直に受け入れる方が世の中生きやすいものよ。じゃあ受け入れますけど、野田子は地面を張って何をしてるんですか？餌でも探してるんじゃない？適当すぎた。それなら海から出てくる必要はないと思うけど。てか、当たり前と言いながら結局よく分かってないのか。はい、着いたわ。昨日来たやんけ。あれ、ここって目の前には見覚えのある建物があった。自分の家なのだから記憶が残っているのは当然。いや、そうじゃない。海の家ですよね。どう見ても海の家だね。そりゃ見覚えがあるはずだ。ほんの数時間前に見た建物なんだから。サメっぽい女の子から逃げて。恭平！おー、この子がレミだね。そう、こんな感じの金髪ギャルと遭遇した場所。で、まさにこの子だ。なんでここに？なぜか俺の家として案内された建物から、レミが出てきた。そんなことより、裁判の結果は？逮捕止まりで裁判まで行ってないから、勝手に間を飛ばさないでくれ。逮捕と裁判の違いなんてうちにわかるか？なんて堂々としたアホなんだ。逆にかっこいい。
シロってことになったよ。よかった、幼馴染が犯罪者になってなくて安心したよ。安心したじゃないだろう。俺はレミのせいで偉い目にあったんだぞ。うちは最初から信じてたけどね。でも善良な島民としては念のため警察の判断に委ねるべきかなって。ナイス判断、レミちゃんが模範的な島民でお姉さんは嬉しいよ。ここは知ってるのに俺のことは知らない、俺のことってか主人公のことは知らないっていうのはどういうことなんだろうね。褒められちゃった。あんたらには念のためで済んでも手錠をはめられた俺は心に消えない傷を負ったんだが、ただでさえ記憶喪失で不安なのに。メンゴメンゴ、あんまシリアスに考えなくていいよ。レミちゃんと一緒に過ごしてれば自然と記憶も戻ってくるだろうし。誤認逮捕がメンゴで済まされた。 SNS でお気持ち発言して炎上させてもいいんだぞ。貢献力なんて一番叩きやすい相手なんだからな。ってわけでレミちゃん、あとはよろしく。了解であります、船堀お姉さん巡査殿。ふざけたノリで敬礼し、レミはパッと俺の手を取る。さ、行こう。え、ま、なあ。ぐいぐいと俺の手を引き、海の家に入ろうとするレミ。俺も導かれるままに足を進めようとするが、あって、いやいやいや、待て、おかしい。ん？何が？船堀さん、ここが俺の家なんですよね。そう、このダイビングショップと海の家が併設されたようなへんてこな建物が君の家。だったら幼馴染とはいえ、なんでこんな朝っぱらに俺の家からレミが出てきたんですかね。やだな、将来も誓い合った仲じゃん。愛を囁いた俺に素の歯を浴びせたのは誰だ。マイハニーなんて言われるからびっくりしただけ。いつもだったらカノピッピって呼ぶでしょ。パリピかよ。ごめん、強兵にそう呼ばれることを想像したら死ぬほど気持ち悪かった。勝手に想像されて勝手にキモかられて。妹でも姉でもなく幼馴染。さあなぜでしょう。幼馴染って分かってるのに意味不明なんだが。正解は？正解は？なんだろうね。いや、聞き返すな。だって、うちらって昔からこの生活だし、なんでって聞かれたら、そういえば、なんでだろうって思っちゃって。仕方ない、お姉さんが一肌脱ぐとしよう。おお、頼もしい。深見家と星野家はもともと隣同士だからね。星野家はダイビングショップ、君の家は海の家ってわけ。幼馴染になるのも当然の成り行きだね。隣同士はいいとして、どう見てもお店は合体してるみたいなのですが。なんとほぼ2世帯住宅、今なら幼馴染付き。それはでも珍しいね。もうほんと一緒の家みたいな感じなんだ。それをシェアしてるってことか。2つの家があってか、2組が。セット販売価格じゃ、セット販売感覚抱き合わせ商法とも言う。いや、だからですね。お客さんからしてみれば、お店がくっついててくれた方が楽だからね。
そうかもしれないですけど。君たちのご両親はいい経営判断をしてくれたよ。見上げたホスピタリティじゃない。島民の誇りだよ。えへへ、照れますね。こんな状況も、俺が記憶をなくしたから、不自然に思えるだけなのだろうか。っていうか本当に、俺とレミは、一つ屋根の下で暮らしていたってことか。幼馴染付きスイートホームなんていう、贅沢で刺激的すぎるハイエンドモデルなライフスタイル。世の男子、なんたらの状況だというのに、なぜ俺は何一つ覚えていないのか。くっくっ、思い出せ。俺、幼馴染とのあんなイベントやこんなイベント。脳みそ。かっぽじれば何か出るだろう。おい、まあ、それはそれとして。ごめんな。え、何？シリアスな顔して。こんなに近い関係だったのに、全部忘れてるわけで。忘れられてるそばからしたら、辛いだろうなって。ゾワッときた。真面目なこと言ってるときに、キモがるなよ。だってあんた、そういうキャラじゃなかったしさ。気使って損したよ。まったく。まあ、そんな風に軽くしく叩ける程度には、お互い、仲が良かったってことか。幼馴染レベル100だからね。大げさでも何でもなく、レベルにしたら、最大値を取るくらいは、親しいのだろう。そういえば、俺の親は何て言ってる？何のこと？俺が記憶喪失になって、警察に連れて行かれたこと、説明してくれてないのか？してないよ。な？隠してくれた、ってこと。まあ、警察に連行された理由を正直に話されるより、隠してくれた方が、よっぽど優しい気もするけど。本当に覚えてないんだね。うちらのママとパパって、島の外に出てるから。え？それってつまり、俺とレミの、二人暮らしってことか。そうだよ。二人で協力してたくましく生きてきたのに、まさか忘れられてるんだもんな。マジで。こんなに美人な金髪ギャルと俺が、一つ屋根の下どころか、二人暮らし。なんで、忘れちまってるんだよ、俺。思い出せ。全然思い出せない。まあ、一緒に生活してれば、そのうち思い出すでしょ。そうか。思い出さなくても、俺はこれから、レミと二人暮らし。きっと、甘々で無夫婦なイチャイチャが、日夜繰り広げられることに。なんだそれ。最高かよ。く。もう？服着てるね。んだあはっ！いつの間にか、背後を取られていた。その独特な泣き声じみたセリフと、小さなシルエット。忘れもしない。俺を交番奥にした元凶だ。お前は、なんでここに？く？何でも何も、あの後うちで保護してるし、クー。なるほど。親御さんとかは？見つからないんだよね。ご覧の通り、言葉もうまく喋れないみたいだし、手がかり0000。その言い回しは意味わからん。あれ？俺は少女の姿に違和感を覚えた。
を着てる…だと…当たり前だ！全裸のままにさせとくわけないっしょ？そりゃあそうか。まあ、この子の服じゃないけどね。日が昇ってから浜辺を探したりもしたんだけど、全然見つからなくてね。波打ち際だったし、流されたのかもな。仕方ないから、京平ん家にあった服を借りちゃった。俺の家って、誤解招くこと言うなよ。レミのお下がりだろ。ところが残念。うちの建物じゃなくて、京平が住んでる方の建物から出てきた服なのだ。んー、アホだ。どうだってどう見ても、幼女向けの。うん。どう見ても幼女向けの服が、なぜか京平ん家にあったんだよね。君の帰るべき場所は取調べ室のようだね。展開が、またややこしい方に。手錠を構えないでください。大丈夫、綺麗にしまわれてたから。変な使い方をした痕跡はなかったから。それは良かった。ギリギリのところで尊厳が守られた。良くないから。事情聴取シーズン2行こっか。勘弁してくださいって。レミ、助け舟。ごめんごめん、紛らわしかったね。服を見つけたのは京平の家だけど、京平の部屋じゃないよ。女の子の服とかいろいろ置いてある部屋があっただけ。俺って姉や妹はいないんだよな。いたらもっと楽しかったんだけどね。多分一室を物置にしてたんだと思うよ。うちが昔使ってた服も置いてあったし。レミの服が、なんで？そう、うちの家に置いとく場所がなかったとか？だったら、ちゃんと処分すればいいのに。京平が捨てたくなかったとか。どの方向に転んでも、やばい方向にしか話が進まない問題が深刻だった。多分京平ん家のおばさんがそのうちバザーにでも出すつもりだったんじゃないかな。おばさん物持ちいい方だったしね。事件性はなしか。残念。欲しい。人の冤罪を何だと思ってるんですか。そうだ、船堀さん。事件性はさておいて、ちょっと真面目な話してもいいですか。お？何かな？こっちはいつでも真面目だよ。さっきの真面目だったんだ。この子、どうしますか？一応夜の間は危ないから、うちが保護してましたけど。そうね。児童養護施設でもあればいいんだけど、離島の田舎にそんな大層な施設はないしね。交番で預かるんじゃ、ダメなんですか。野良猫じゃないんだから。交番に迷子を預かるキャパはありません。大丈夫。あら、日本語。お嬢ちゃん、話せるならお名前を教えてくれるかな。名前？そう、君の名前。少女はパチパチと瞬きすると自分の顔を指さして、名前。いや、小学生の揚げ足取りか。名前、わかるよね。本館は船堀お姉さん。こっちはレミちゃん。それは京平くん。それは俺の呼び方だけ物扱いっぽくないですか。それ、ほら、早速指さしてそれ扱いしてる。教育に悪いんでやめてください。で、どうかな、君の名前は。無視された。まあいいけどさ。ない。
ないか。なるほど。いや、そこ納得するんですか？ないわけないでしょう。少年、何でも否定から入るのは悪い癖だぞ。だって、名前のない子供なんて、おかしいですよ。記憶がないのと名前がないのは同じでしょ？つまり君と同じってこと。それを言われると、確かに。よし、決めた。この子の保護は、レミちゃん。引き続き君にお願いしちゃいます。いや、無理ですよ。うち、ガサツだし、ちっちゃい子の面倒を見るなんて。まあまあ、いずれ訪れる恭平君との子育てに向けた予行練習ってことで。ね。それは確かにそそだれ。あ、で、やめてくださいよ、もう。今日は良い反応だな。二人とも楽しそうだな。ブラボリお姉さんが何か囁いたと思ったら、突然レミの顔が真っ赤になったけど、何を言われたんだろうか。わかりました。そういうことなら、うちが責任持って預かります。授乳でもおむつ替えでも何でも来いや。ナイス意気込み。さすが本館の見込んだ女。やけくそにしか見えないんですが。やけくそも一つの運命だよ。意外とワンナイトからのできちゃった子ぐらいの方が幸せになれたりするしね。知りたくない大人の真実だった。あ、でも平日の昼間はどうしよう。うちも恭平も昼は学校に行かないと。まあ他の誰に任せたって日中は仕事があるからね。ねえ、お嬢ちゃん。君も留守番くらいできるでしょ？できる。おお。偉い！じゃあ、オッケーでーす。決まりね。とんでもなく、軽いノリで決まったな。名前も決めちゃったら？いつまでも呼び名がなかったら困るでしょ？確かに。本当の名前がわかるまでの仮だとしても、一応、何か決めておいた方がいいか。よし！この際めっちゃかっこいいのにしよう！嫌な予感がした。自ら率先して、出しゃばるタイプの奴に限って、壊滅的なセンスをしてたりするからな。記憶がないのに、なんでそう言えるのかって。それはあれだ。記憶がないのに、日本語を喋れるのと同じ理屈だ。こういう時にこういうイベントが起こりがちなんだよな、っていう、テンプレに対する知識は、泳ぎ方や歩き方と似たようなもので、多分記憶とは全く関係ない脳に、収納されてるんだと思う。サネコ！却下。むしろなんで通ると思ったのか、小一時間問い詰めたい。刃がサメの歯みたいに尖ってるし、髪型もなんとなくヒレっぽいし、ぴったりだと思うんだけどな。あのな、自分がギャル子って呼ばれたらどう思う？え、いいじゃん。めっちゃわかりやすい。すまん。さっきの問いを忘れてくれ。レミの人物像がなんとなく分かってきた気がする。下手に、リズメしようとすると、天然で手痛いカウンターパンチを食らうやつだ、これ。ね、君もサメ子ちゃんでいいよね。かわいいもんね。微妙に果敢で、少女と目線を合わせ、保育士のような声色で尋ねるレミ。こいつ、俺を説得するのが無理と見るや、本人を暴落する方向に歌詞を切りやがった。で、聞かれた本人はというと。いや。頬を膨らませて、
ツーンとそっぽを向いた。そんな、ほら見ろ。いいですよーだ。どうせうちはセンスなしこちゃんですよーだ。いじけてしまった。でもまあ事実だから仕方ない。なら強兵がつけないよ。自信あるんでしょ。無気になるなよ。ふーんだ。これは完全に俺が名付けなきゃいけない流れだよな。名前なあ、ネーミングセンスに自信なんかあるわけない。この島の常識が俺の知ってる常識と微妙に違う気もするし、俺の中の常識的な名前が常識的とは限らないわけで、なんと思いながら少女の顔を見ていると、彼女はまたあの変な泣き声とともに首をかしげた。くーか。うう、それは泣き声なのか。くう、不安そうだった。それもそうか、名前も記憶もないのにいきなり知らない人の家で保護されることになったのだ。不安に決まってるよな。クーコ。泣き声がクーだから、クーコ。安直か。あら、かわいい。くー、強兵め。しっかりかわいい名前を考えるとは。と思ったら、意外と好評だった。ねえ、どう？クーコちゃん。くー。おう、嬉しそうだった。正直サメ子と同レベルの適当ネーミングだが、本人に気に入ってもらえたならまあいっか。じゃあ今から空子ってことでよろしくな、空子。よろしくな、強兵。ガシッと、空子は俺の足にしがみついてきた。あらあら、もう懐いちゃって。なんで？今朝うちが撫で回そうとしたら噛みついてきたのに。それは、撫で回そうとするからでは。そんなことないよね。撫で撫で嬉しいよね。空子は、俺の足に隠れて、レミから距離を取った。きっと、ほら、お姉ちゃんの名前も呼んでごらん。レミ。よかったー。名前だけは覚えてもらってたー。うん、楽しそうで何より。それじゃ、後のことはよろしくね。意外に平和でよかったな。で、おやおや。俺の足を離れた空子が、船堀さんに駆け寄って、ビシッと、指をある一点に向けながら、おっぱい、バイバイ。覚え方！いいね。まあ、でもわかりやすいよね。はい、ということで、今回はここまでにしたいなというふうに思います。前半ね、ちょっと選択肢回収もしておりましたけども、まあ結構簡単に回収できてよかったなと。ちょっと最初はもう、なんだこれやってなったけど、無理じゃねえかと思ったけど、まあ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 、結構楽に回収できてよかったなと。だから今後に関わってくるのだったとしたら、ちょっと大変になるなとは感じたけどね。はい、ということで名前も決まったところでね、空子ちゃんということで名前が、になったらしい。そして初めて踏み入れる我が家と。主人公が記憶喪失なのはわかるけど、まあ俺らも初めてだからね。もう何が何だかわかんねえや。俺らに合わせてくれてんのかもしんないね、主人公もね。初見の反応みたいな。はい、ということで今回はここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。